前回の面白かったね、あのガチョウのやつ、うん、もうタイトルは正確には出ませんアングースリミテッド、あ全然ちゃうアンタイトルドグースゲーム、ガチョウのやつでええよな、いたずらガチョウでええやん、いたずらガチョウでもええねんけど、わかりやすいお、次のゲームは、はい、豆腐ロマンティック、豆腐ロマンティック、豆腐来たよ、豆腐ロマンティック、これ一人プレイなんですって、でじゃあ有野さんから、はい、お願いします、最初いきます、どういうゲームなの、バールスティックでカメラを移動します、お、なんか糸動いてない、なんかあれちっちゃいの、なんか動いてんなボタンでズームしますって、その視点の最初のなんか点みたいなことじゃないの、ね、あれ渡り鳥みたいな、飛んできた、豆腐ロマンティックでは六角形のタイルを使って風景を作ります、へぇー、Lスティックで、あ、風景出てきた、なんか板みたいなタイルみたいないっぱいあるぞ、積んだね、積んでるね、なんだこれ、試しにタイルを置いてみます、あ、置いた、あ、増えた、え、まだ来る、あ、なんか光ったぞ、揃えんの、光った、このようにして地形のグループ、森、村などを形成することができます、色のついた辺がつながるようにタイルを隣り合わせに配置して5枚以上のタイルからなる森を作ってください、この際につながるグループは点灯して表示されます、パズルゲーム的な感じかな、そうやね、まずはタイル5枚をつなげて森を作ることに、あ、村ができてる、家近い方が良さそうやな、家も光ってるで、家近い方がなんか良さそうな、あ、繋がった、あ、こんな風に森をピカピカ光らしていくので、どんどんこれ森を発展させていくんだ、アノさん好きじゃないですか、こういうの、そうやね、もう面白いもあ、そうもう面白い、右下のタイルカウンターには山札のタイル枚数が表示されます、これが0になると1回のプレイは終了します、あと89枚揃えんねん、綺麗に揃えていかなかった、さらに山積みのタイルの中には、あ、なんか出た、吹き出しに表示されているクエストを達成するとタイルを獲得できます、ほう、たまに出てくる吹き出し付きのタイル、これはクエストでクリアするとタイルを増やすことができます、こちらはタイルに乗った家以外に4つ以上の家をつなげればクリアとなります、家をだから4つ建てるみたいなことか、あー、そういうことだよ、4にせなあかんね、うん、建てよ家4、いけた、いやでもここら辺畑作りたいな、あ、これでもいいね、もういける、できたやん、これあれのニュータウンできたやんあそこに、ここで新たなタイルが登場、ああ線路だ、ちょっと発展してる、どの辺の人に来てほしいかとかな、川入った、続いて川のタイルを配置、めっちゃなんか止められてんな、あ、川は川しか置かれへんってことか、うわー、たまらないこれ、おもろい、うん、隣り合うタイルのマッチング度合いに応じてポイントゲット、続いての目的はスコア100ポイント、これなんか永遠とやっていけるゲームやな、永遠ずっと続くね、こっちとしては綺麗な街灰を作ってくれへんかな拡大していくアリノニュータウン、すると100いった、100いった、目標の100ポイントに到達、6つの全ての辺と周囲のタイルがマッチする場合をパーフェクト配置と呼び、ボーナスポイントとタイルを1つ獲得、パーフェクトマッチしてよ、これお、ちょうどええとこ探せる、パーフェクトマッチちゃうか、それこれかな、パーフェクトマッチタイル解放、風車小屋、風車小屋できてん、ゲーム開始、あ、こっから開始、ここまではチュートリアル、あ、こっからや、
管理人、お二人でできるだけ壮大な風景を作ってください。チャンスは一度きりです。あ、作ろうぜ。なるほど。今度は浜口さんがプレイ。まだポップ置いてよ。え、畑に川近づきんお前やり直そうかこれ2人で相談しながら1枚ずつタイルをつなげていきます。なこうしこうか、うん、あ、家出てきた。家もあ、これな。あ、森行った。あ、タイルが40に増えた。クエストで山札を増やしつつ自分たちだけの風景を構築。ちょっと水行きたいな。水、あ、来た。どこ行こう。水、いきなりここから行こうか近いな村と。こう行ってえんちゃん。水路がつながりクエスト達成。来た線路。うわ、やっぱ町からで出すか。町から行ってほしいね。この辺ええな。え、湖近いよいや、ええやん、こう来た時湖見えんの住民目線に立った浜口さんの町づくり。水路を拡張。おもろいな。面白い。あ、白鳥飛んでる。お、ガチョウか線路あと3つ。よし、どんどん広げるぞ。うわ、広がるね。直感的にタイルを置いていく浜口さん。すると大丈夫、あそこ川つながる。線路ガンガン、ほらええ感じやろあの線路行くと、ここで風車。来た風車。どこ行く。こう水畑の真ん中じゃん。ここか。あそこか。ええー、ね。この辺に町いるちょっとあこの中洲のとこに一軒だけ家建ってんだけど、ないわあそこに。そういうのあるやん、なんか立ち退きせえへんかったそういうのってないやねん。そういうのも浜口さんなりの趣。あ、風車来た。風車2個ぐらいいる。ダブル風車で行く。ダブル台風で行くか。ダブル台風で行くか。さらにこれ行こうか。うわ、トリプル台風にするかここなんで風車のこと台風って呼んでるの浜口タウンの名所トリプル台風完成と思いきや、行くか。もうトリプルの上知らんけど読み方の難しいクワドラプル台風に。とここで、あ、いけた。お、タイル解放。水上液。水上液できたの。新たなタイル、水上液。どこに置きましょうか。あった、ここやろ。あ、いいね。気持ちいいね。かっこいい。有野さんが心配していたポイントは水上液の設置で綺麗につながりました。タイルどんどん増えてってる。ええ感じやな。変わったのか嘘と言いつつコントローラーを離さない浜口さん。減った。ちょっとこの辺にはこう空間作っとこうかあ、そうなんで。あの抜けも必要やから抜け感も。随所に遊び心。さらに、あ、来た風車。5度目の台風出現。風車はやっぱこっちやろもう風力発電や、こうなったらここは出したいね、水上駅からね出したいね。あ、見てきた。この辺湖欲しいな。そこで終わらしたい。あ、いい。イエーイ。船来た。船来た。船来た。さらに、イエーイ。え、バイオーム。何それ。風景の雰囲気を変えるバイオームが開放。ちょっぴり秋の彩りに。あ、なんかちっちゃなレールできたやん。かわいいやん、ここどこにも。パーフェクト。どこにも行ってないけどこれでいいか。パーフェクト。なんかええね。
開発が進む浜口タウン。ええやん。何が？ドーナツ池。来た。あ、来た船。どこに行こうか。やっぱここやろ。壮大だね。壮大。船も動き出し、ますますのめり込む浜口さんですが。お、あと13。やばいな。残りタイルが少なくなってきました。広げていこう。残り10。あ、やべえな、やべえぞ。何が枚数ないぞ。クエストを達成して枚数を増やすことに。家だ。あった。よっしゃ、入った。ちょっと増えた。ただ残り枚数が少ないため、数字の大きなクエストは不可能。いった。おー、よかった。ギリギリどうにか持ちこたえていましたが。ないな。ないね。達成できるクエストが見当たりません。そしてあとラスト。ゲーム終了。5000超えた。こんな街並みになりました。風車危ないな。俺ばっかり出たんやんか。面白いね。これ面白い。なんかおしゃれなゲームやな。おしゃれ。しゃれてますよ、これは。ちょっとこう落ち着いてやれるゲーム。うん。いいですね。しかもちょっと枚数が減っててゲーム性もあるから。でもゼロに行くまでにどれぐらいでかくするかって。ゼロにさせへんよじゃなかったよな。アウさん好き、このゲーム。好き。これたまらないね。好きそうやな。もうアルナさんがこのゲームしながら楽屋で寝落ちしてるのがもう目に浮かぶもんな。あ、そう。リリ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 リ。テーブルの下に頭いいです。氷作ったまま寝てはるわ。続いては味見プレイ。そのタイトルは。ギャングビースト。へえ。これ。お、なんか。あれ、服変わる。キャラ選択できんの？レフリー。すげえいっぱいあるやん。めっちゃあるやん。豊富なコスチューム。2人が選んだのは。おじさんにしよう。覆面レスラー。面白い。これにするか。いや、これにしようか。いいね。どういうゲームなんやろう。え？え？プロレスや。ファイト。うわ、なんかグニャングニャンやん。フニャベーみたいな。フニャベーを彷彿とさせる動き。どんなゲームなのでしょうか。あ、なんか捕まった。掴んだからどうなんやろ。掴んだからどうもできへんな。対決開始から2分、ほとんど動きなし。どうしたら勝ちない。なんかゲージもないしな。ゲージない。ルールがわからないままぐにゃぐにゃしていると、どういうことだ。分かった。なんか負けた。あ、落としたら勝ちなんや。あれ、どうやって落ちたの今。なんかズリズリって落ちた。そう、相手をステージから落とせば勝ち。シンプルな対戦ゲーム。続いての舞台はゴンドラの上。なんかね、普通の格闘ゲームと違ってヘネヘネしてるから。そうだね。あ、いけた。ゴンドラから落ちたら負けです。あ、危ない危ない。あ、危ない危ない危ない。危ない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 危危ない危ない。普通に落ちた。なんやろう、
なんか納得いかへんなバカだーって感じでもないし、まあ、あーみたいな、あーっていう。でもなんかおもろいな、なんかおもろい。ステージをいろいろ見たいね。ステージチェンジ、ついでにコスチュームも変更。いろいろあるな。迷うね。これにしとこうかな。めっちゃあるな。結局かい結局かいな。結局こちらのコスチュームに決定。よしよし、じゃあルールが分かったから、はい、先に3本選手が勝ちでしょうか。はい、1戦目はトラックのステージ。何やこれ、え、いけんのかな向こうに。あーごめん、あははは、死んでもだ、うわー速攻落ちてもだ。アンさんまず1勝です。嘘、早い、ポトンと落ちた。2戦目、舞台は建設現場。よし、これ俺の現場や。逃げろ、いいね。お、ヘッドバット決めれた。浜口さん、先制のヘッドバット。危ない。こんな技があんねや。タイミングが合えば、吹っ飛ばすことも可能。危ない。キック、危ない。ヘッドバット。ヘッドバットが気に入った浜口さん。危ない。ヘッドバット。いて。逃げろ。細いとこに行ったら落ちるはずは。有野さん、足場の狭い場所に誘導。ヘッドバット。あ、やばい。うわ、持ち上げられへん。ヘッドバット。ヘッドバット。こっちだ。ヘッドバット。ヘッドバット。痛い。ヘッドバット。危ない。落ちろ。落ちろ。離さない。落ちろ。ヘッドバット。落ちろ。落ちろ。イエーイ。やった。嘘。よっしゃ。ヘッドバットで負けた。1勝1敗で迎えた3戦目。うわ、なんかすげえとこや。周囲には恐ろしげな仕掛け。巻き込まれたらひとたまりもありません。やばい。うわ、持ち上げた。危ねえ。出れんのそれ。何やそれ。危ねえ。あれすぐ食われるんじゃないの。危ねえ。自分で、あ、落ちた。やばい。逃げろ。戻ってきた。嘘やろ。その後も幾度となくピンチを迎えますが。戻れんねや。うわ戻った。嘘や、戻れんの、何それ。よし戻れた。うわ、あ、撮影した。なんで撮影した。不死身の浜口さん、巻き返しなるか。うわ危ない、危ない。あーやー、うわ何やそれ。何やこれ。何やそこ。なんか分からんけど。そこなんや。あー埋もれていく。あー負ける。そこなんや。アギバーク。なんかゴムみたいなやつにやられてった。有野さん、あと1本取れば勝利。舞台はタワー。待てー。トライ。階段もふにゃふにゃしてるし。あ、ここもしかない。危ない。揺れる。うわ。ドロー。同時に落ちてドロー。続いてはエレベーター。落ちろ。上げたのに。まだだ。ドロー。何よそれ。しょっぱい試合が続くな。あんでリングや。リングに戻ってきた。最初にプレイしたリングで仕切り直し。よいしょ。うわあっちに。えい。やった。先ほどリングアウトした浜口さん、リベンジなるでしょうか。ヘッドバット。はい、捕まえた。よし。危ない。落ちた。おー、耐えた。なんでやこれ。落ちろ。あ、捕まった。俺落ちてる。あー、しまった。逆。よっしゃ。いよいよラストマッチ。ステージは通気口。なかなか面白いゲームやな。これ面白い、ハマるね。強さだけじゃないねんな。え、危ない。戻れんねやこれ。あっちへ。開いてない。待て。自動。うわ危ない。
うわ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 、なんやこれ、うわリングの方、リングの方、リングの方、戻れリングの方にどうやって戻んの、戻れ、あれなんか浮いてる、あー勝った、いや、なんやねんそれ、やったぜ、どうやってリングの方に戻ってよかったんや、戻れた、運が良かった、最終的に負けた不本意、いやでも勝った感はないけど今回良い子の2人が遊んだゲームは任天堂スイッチの e ショップで購入できます。また任天堂公式 YouTube チャンネルではおすすめのインディータイトルを紹介するインディーワールドを公開、こちらもチェックしてみてください。次回は 2D と 3D が融合した画期的なゲームに、え、撮ってない、あ、撮ってない撮ってない、段ボールの荷物を部屋に配置するゲーム、こんなとこ一番危ない、一番危ない、何がどうなって消えるかわからんから、そうな、めっちゃ怒られるやつやな、めっちゃ怒るよそんなもの